はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。クソリッキー製造工場へようこそ。工場長のルイです。さあ、クシャトリラ実装されましたが、皆さん使っていますでしょうか。このデッキ今歯抜けなんですよね、実装が。だね、正直ね、パライドスっていうフィールド魔法とかパーピアスっていう、まあ、展開札がないとぶっちゃけなんかデッキとして成立してないんですよね。なんか例えるならば、カレーかっこカレールー抜きみたいな感じです。ご飯みたいな、白米みたいなデッキなんですよねこれ。で、今日このマキシャトリラーを使って何をやっていきたいかって話なんですけども、出張パーツとしてみんな使うことが多いと思うんですけど、今の環境だったらあのね、地盤沈下をしたかったんですよ僕は。これどういうカードかっていうと、使用してないメインモンスターゾーンを2箇所指定して封鎖するっていうカードなんですね、これ。このカードが存在している限り、はい、これを使うって。でさらにあのクシャトリラ、シャングリラと、まあディアブロシスを並べると相手のモンスターゾーンをなんと5箇所全部埋めることができるというコンボがありまして、はい、これねめっちゃ簡単だったんですよね、パーピアスとかパライゾスがあれば。ちょっとね今はね、そのね非常に難しくて、モンスターゾーン埋めるのが。これなんでかっていうとね、やっぱね展開がないんですよ。ユニコーン1番ショートじゃないし、であのフェンリルも1番ショートじゃないし、これ1番ショートが存在しなくて組み合わせショートになっちゃってるんですよね。でまずモンスターゾーンを埋める方法としては、基本的にはシャングリラ出してから、まあ、ディアブロシスを出すっていうことなんですけども、レベル7のモンスターがなんと4体並べなければならないという非常にねあの厳しい条件となっていまして、はい、まあレベル7をいっぱい、ね、出せるようにしてきました今日は。レベル7特殊ができるモンスター、例えばまあ雷戦神であるとか、あとまあアストラルクリボーレベル7にして特殊ができるんですけども、これとか、あとまあサイキックビースト、召喚権使わないんでね今回も。なんでビーストでなんかその除外ゾーンにクシャトリラ貯めるみたいな、でバースで蘇らせるみたいな動き、まあ、こういうカードを入れてまして、これでレベル7をいっぱい用意してから、ランク7を2回出していくっていう感じですね。でランク7を1体しか出せない場合の時は一応トマホーク、出してなんかジアライバルみたいなことをしようとしてるんですけど、ちょメインデッキがねあのパンパンなんですよ。だからなんかラドンとかも一応できるんですよ全然。じゃあメインギミックのところでなんか枠食うから、なんか俺はしたいことは何かっていうと、今日は地盤沈下でモンスターゾーン埋めたいかったんですね。だからちょっとトムホークラドンとかの動きはちょっと今回採用してませんが、多分真面目に組むんだったら多分そっちの強いっす。はい、一応そういうことは言っとくわ。これレベル72体出せるからさ、レベル72体でこれ出せばいいので、まあ、こっちの方が再現性は高い。ただ俺がしたいのはここなんだよな。ということで、ちょっとよくわからない、デッキになっていますが、とりあえずどんなことができるかをね見せていきましょう。デュエルスタンバイ。あれじゃない、パライゾスもパーピアスもないさ、クシャトリアってさ、まあ、実質カレールー抜きカレーみたいなとかある。いやマジでこれマジでカレールー抜きカレーみたいなとかあると思うんだけど、とりあえずユニコーンでしょ。これは一応レベル4、あレベル7が4体供給できるので、多分いけますね何もなければ。まあ、とりあえず一回バース。相手なんかあるな、相手の敵対誘発とかに合わせてね、クシャトリラユニコーンの効果で相手のエクストラデッキをまあぶち抜くことができるんで、まあ相手結構敵対誘発かなり投げにくいという話がありますけれども、とりあえずアクアネオスちゃんできる。まあでもこれちょっと使うしかないかな、これ使うしかないですね、まあ、使うしかない。はい、でまあ2体でクシャトリラシャングリラ行くしかないですね。はい、多分なんか現実的だと思うわ、まだ。このレベル7を供給する手段をめちゃくちゃいっぱい入れとくっていうのは、割と現実的ではあると思う。はい、で、シャングリラ除外して、で、相手のカード裏側で除外される、で、クシャトリラシャングリラ効果発動する、相手のメインモンスターゾーンを1個埋めていく。はい。で、バース発動して、で、バースの効果で除外ゾーン、また墓地からクシャトリラモンスターを特殊召喚できるんで、これでフェンリルが蘇ってくる。アライズハートとかパーピアスいたらね、もうちょいいっぱいクシャトリラがモンスターがいっぱい並ぶので、もっと簡単にモンスターゾーン封鎖できるんですが、これ次のターンのこと考えればいいか、まあ、ライズハートでいいかな。あ、まだ召喚権使ってねえじゃん。最悪。最悪、今ユニコーンで終わったわ。最悪。いや、まあ、でもディアブロシャというか。最悪と言いながらディアブロシスを出していくスタイル、これ海外では禁止、海外ではこのモンスター不快すぎて禁止です。はい、
終わってるんで効果が。エクストラデッキ確認して、その中から一番裏側で除去とかいうなんかガチでキモい効果がしてて、とりあえずキトカロス吹き飛ばすでしょ。でシャングリラの効果とディアブロシスの効果が起動する、まあ、とりあえずモンスターゾーン埋める。でディアブロシスでモンスターゾーン埋める。で3箇所目、はい、埋める。地盤沈下、魔法トラップゾーン埋める。あ、魔法トラップゾーンじゃねえや、モンスターゾーン埋める。ご封鎖セット。はい、大戦よろしくお願いします。はい、戦よろしくお願いします。はい、戦よろしくお願いします。これユニコーンから出しよっか。はい、さあ一体実はモンスターを出せるんでしょうか。モンスターは出せるんでしょうか、お相手し。あ、ちなみに一応ね、このね、地盤沈下しょられるとモンスターゾーン2個湧いちゃうんで、そこは弱点ではありますけどね。ちなみに困ってるな、これこれ困ってるぞ、相手だいぶ。どうする、あー、ラクイエゴ強い、やばい、エクストラモンスターゾーンが封鎖できていない。もうシャングリラは何してんだ。そうなんだよな、なんかモンスターゾーン、メインモンスターゾーンと魔法トラップゾーンしか封鎖できないからね。これエクストラモンスターゾーンっていう穴はあるんですけど、ルベリオン、ルベ、やばい、あかん、あかんこと起きてる。あ、え、あ、バース最強なんだけど。え、これモンスター裏側除外したら出せないんじゃね、何も。え、これ何一つ出せない説イズあるな。ルベリオンの効果は一応除外とあのフィールドと墓地から素材戻すんだけども、何一つルベリオンくんぐらいしかないから、今何もできない。やばいこと起きた。でシャングリラ効果発動して、へえ、これやば、え、これやば、そういうこと起きるんだ。でシャングリラ効果魔法トラップゾーン埋めます。でユニコーン効果、エクストラ抜きます。でディアブルシス効果で裏側除外します。やばいこと起きた、ガチでやばいこと起きた。え、バースとかいうカード強、バースとかいう激最強カード、楽園融合を見たじゃん。これ今だから相手さ、手札で融合できるようにこのアルビオンを出すしかなかったんじゃない、ルベリオンじゃなくて。シャングリラ効果と、あー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 そのルベリオン効果使ったから攻撃できないっていう話ね。はいはいはい、はい、でシャングリラ効果発動して、もう何でもいいな、何でもいいんですが、まあフェンリルかなんか出しておきます。フェンリル出して、え、やっぱさ、え、これ思ったんだけどさ、え、これこのデッキさ、このデッキ不快オブザイヤー受賞じゃない、これ深いオブザイヤー受賞でしょ。遊戯王、あの遊戯王世界の中で割とトップクラスにキモいよな、俺デッキ行かれてるけど。まあディアブロシス効果使います。まあ、とりあえずディアブロシの効果で裏側でカードを除外したことによって魔法トラップゾーンがまあさらに1個封鎖できると。ディアブロシの効果はなんか、まあ除外するカードがないと発動できないからさ、あのちょうどよく枚数のアイテムいいだから、これなんかあれなんだよね、あの惜しいところだよね。まあちょっとカレーとかルルカロスか抜いとくか。まあアルビオンか、楽園融合打てないからアルビオン抜いて、これで相手はもう何もできないといったところで、シャングリラ効果、はい、でまあオーガ召喚、相手これでもう全面封鎖っていうガチでやばいこと起きるけど大丈夫、バトルフェイズ。フェンリル効果、
じゃあ今君に吹き飛んでもらって、はい、で、シャングリラ効果やばいこと来た、はい、これこの盤面やばすぎる、ちょっと待って、ちょっと待って、これが許されていいですか、え、これが許されていいの、遊戯王コナミ君、これは反省案件ですよ。このドラグマのフィールドかっけえよな。自慢鎮火3枚来たんだけどえ、そんなことある、そんなことある、いやこれ、いやいや、ユニコーン1枚初動じゃねえんだよなこのデッキ。まあなんか自慢鎮火3枚あるから全封鎖できると、でも魔法トラップ以外はモンスターゾーン全封鎖まではいける。地盤沈下発動、地盤沈下発動、魔法トラップ、モンスターゾーンを全部埋めます、2箇所埋めます、あ、2箇所埋めないで、これ自分もね、ちなみに自分の、ま、あの、モンスターゾーンも埋めないといけないんですよ。これ結構鬱陶しいですよね。まあ、だから一応自分のモンスターゾーンもこう埋めまして、はいはい、お手軽おしょまキングをして、まあ実質だから右からおじゃまブルー、おじゃまグリーン、おじゃまイエローといったところでございますね。おじゃまブルーじゃねえ、おじゃまブラックか、おじゃまブラック、おじゃまイエロー、おじゃまグリーンといったところです。はい、さあお相手し何ができるんでしょうか。羽もうきって渡されるんだ、もはや回答なし、回答なしは草、相手羽もうき引くの待ってるだろ絶対、相手羽もうき引くの待ってるから、絶望のバロネスだそう、絶望的なハーピの羽ぼうきケアのバロネス出して、はい、ここで羽ぼうきもケアしてこれ何もできないでしょ、何もできないと思いますけどね、はい、あれがバースの操作なんですか、もういいや、ちょっと抜かったわ、バース発動して一応フェンリルをユニコーンを蘇らしておくんでした、すいません、まあ、でもそれやるとでも俺が魔法トラップ外れるようになるけどな、くさおゴミデッキだこれ、いやこのドラグマのフィールドかっこいいわ、なんか美しいね、ドラグマ あの共同の国家みたいなあのフィールド、もしねこれ気に入った方はぜひね、ショップからご購入できますので、ご購入を検討してみてください、めちゃくちゃかっこいいですこれ、まあ、でも個人的にはあのサイバースのあれか、いやオジャマジックじゃん、やばい出た、元祖モンスターゾーン封殺対決きた、どっちの方が上か勝負しようぜ、いやじゃんけんな可能性があるけどいや割とじゃんけんな可能性はあるけどね、それに関しては元祖モンスターゾーン封殺対決、おじゃマジックをさ、リュウマドで捨てるとかいう犯罪ムーブやめてくんないかな、その動き強すぎるでしょ、これおじゃマキング1体は確定してるんだけど、妖刀竹光、はい、妖刀竹光効果、え、何これ、あ、うわ、そういうことか、なるほど、手札から融合は普通に打てるからここで融合されてしまう、さあザコにはザコの使い道があるっつって、おじゃまイエロー、グリーン、ブラック融合召喚で、おじゃマキング、うわー出たー、爆弾来たー、爆弾来たー、その伏せカード何、何その伏せカード、地盤沈下されるかと思って覚悟したんだけど、何その伏せカード、トラップトリックやばいって、やばいって、ダメだって、ダメだって、あっかーんあかーん、あかーん、なるほど、これが現代遊戯王か、いやーちょっとレベル高くておじさんにはついていけねえわ